こっち向いて。チュ。な、何ヌネの。ラリルレロ。吸血鬼パンチ。ところでお前様。え、何かな。わしに何か言っておくことはないかな。なあ、しのぶ。お前の髪の長さって、そういえば自由に調整できるんだよな。お前様と式神道場とのキスシーンなら目撃したぞ。あの、しのぶさん。お？謝罪か？謝罪か？楽しみじゃの。どんな風に謝るんじゃろうな。この男は、生涯のパートナーであるこのわしを差し置いて、あんなよそ者の式神道場と行為に及んだことについて。あの、しのぶ。ふん。ごめん！まあ聞けよ。はっ、お断りじゃ愚か者。普段から散々いろんな女子と雑談ばかりしておるくせに、いざ自分が話したいことがある時だけ無駄話抜きで会話を進めようなどと、そんな調子のいい真似は天が許してもわしが許さん。ほっ。